はい、ということで、えー、出走へ行きましょう。えー、と、その前にですね、えー、まず、えー、っと、えー、誰だったっけ、えー、ブルト、えー、ブルトガングさんか。ガングの馬がちょっと安楽してしまったショックと、えー、ただですね、嬉しい情報がありまして、嬉しい情報になるの多分ね。はい、中距離2歳ステークスに早くもですね、はい、えー、ラインベックが登場します。えー、POG2 頭目の締めあったかな。 はい。えー、ラインベックが、えー、また出てきますってことで、前走、中京戦六で、えー、まあ、えー、圧勝かな、着彩以上に強い内容やったんですけど、はい。このままが、また中京マイルで、オープン戦で出てきます。中は2周なんですけど、まあ、福永さん、とお石さんと金川誠ホールディングスさん、ノーズハムムってことでも、鉄板なんでね、あまあ、中京、福永さんがおるうちに中京で勝とって3段なんでしょう。はい。えー、まあ、一番人気でしょうね、断然ね。 はい。このままの場合、お兄さんにとは気難しいところがあるということを聞いていましたが、ってことで、お父さん誰ですかってことで、はい。あ、パパネですね。はい、えー。お父さん、じゃあ、お兄ちゃん、ごめんなさい。お兄ちゃんですね。次男坊もくれれとうとうが、どっちもね、まあ、えー、ある程度稼いできたんですけど、まあ、伸び悩みと。 えー、今回3投目、3度目も正直は言い過ぎですけど、まあそういうことなんで、まあディープかけばやっぱ金貨メってのはやっぱね、ダービー向けての勝利の方程式なんで、まあここで儲、えー、けてほしいなぁと思ってます。えー、っと、あっさりここも買ってほしいね。バーバは渋った方がいいんちゃうかな。あ、パパのやったら。わからんけど。適当。結構適当。まあ相手見る限り、えー、っと、まあまあまあ、まあ、まあまあ、勝てる相手ですよね、これね。はい、頑張ってください。えー、だってまだか、だってっていうかもう勝ってないと思うからね。 勝ってないのがノーオープン出てくるんでしょこれ。なんとか知らんけど。勝ち上がったままず2、3頭しかおれんからね。どういうことと思って。勝ち上がったのがなんと3とマジかと思って。これはエグいな。これは勝つやろ。これは勝つやろ。これ勝ってくれるか怒る。はい。いや、勝つやろ。これ勝たんかったらびっくりするわ。ちょ待ってな。いや、もう一回賞金がぎて,てきて、オープンクラスやから賞金おきいよう。はい。ポイントゲットですね、これ。はい。で、まあ、このままの応援さて置いて、4投目の紹介ですけど。はい。またね、えー、まあ、ローカル競馬なんで、 えー、あんまりね攻めたくないんですけど、まあ、やっぱり中京の前も言いましたけど、ダービー向けてなら、やっぱり中京の1006、2000ですね、まあ、ほんま東京の1008、2000を目指したいんですけど、まあんまり返せないんで、えー、狙うなら、やっぱり中京の2000、1 0 0のタフなレースですね、ここはあとダービーに近い馬たちが出てくるというか、思うんでね、パワーとスピードがいるんで、はい、えー、ここに注目しました、でまたいました、えー、ただですね、まあ、将来戦見込むとどうなんかなってところなんですけど、 はい、えー、バリッドブラックって馬にしました。えーっとですね、中内田さん、カーラさんでサンデレーシングし、社大コーポレーション、シラウィかなんかにしまえかと思って、なんかここ勝利のほう式かね、中内田さん、カーラさん、中内田さん今年やばいんちゃう絶好調じゃん。今年も、今年特にすごいね、3着イパーセ44%割り、勝率 27%! すげえな、4頭2頭以上勝ってるからな、これ。すごないね、もう去年抜くでな、もう去年45試合、今年も34試合やしな。 はい。川田さん、今年絶好トですよね。ここの勝利のお手すごいよな。2勝率 25%! こっちも4回以下かかってるから、すげえな。もう去年の93勝抜くからな、これも。もう一緒。もう言うてることでワンパターン。俺がワンパターン。うん、俺がワンパターンこれ。はい、えー。バリッとブラック。ただね、決闘面で見ると、どうかなってところですね。ブラックタイジーなんで、お父さんね、えー、おディープのお,お兄ちゃんってことで、うなんってことなんですけど。確かに、決闘だけ見ると、えー、そんなにあれはできない。評価できない。評価だけ失礼やけどね。 えー、ディープのお兄ちゃんに失礼やけど。で、えー、ニュースも載ってないし。えー、で、ただ、しかも、えー、ライバルがいますと。ライバルっていうか、えー、一番人気候補がいますと。誰だっ,っけな。えー、っとね、一番人気候補がね。あ、これ。えー、純ライトボルト。ただね、ケチだけで見るとやっぱね、こっちの方が人気出るんですよね。またね、金仮目かけるラストグルーブってことでね、ここね。えー、両欠に両欠なんですけど、ただ、この決統って気象荒くて、荒いっていうか、楽はないか。はい、フェイズベロシティがまあ、 えー、カベルナも抹消されてます、えー、だからあんまりねここ将来まあ今年がボバヤシ初めてやから金カメのこのケットがねボバとしてね、まあ、どうかなってことで、まあ、グロービットもなかなか、えー、いい成績残してますけどやっぱダービーまでの切符となるとやっぱ運かなと、うん、まあそこそこの賞金でいいっていうやったらこのまま読ましたけど まあそうじゃないんで、やっぱりダービー、サツキ賞、オークス、オークスかな。まあ、そこら辺狙おうとしたら、やっぱ、えー、そこを見込もうとしたら、このまではないかな。安城が福永さんやし、トンイシさんやし、一番人気は間違いないでしょうけど、こっちが多分ね、血だけ見てね。まあ、血が滑ってないんで、まあ、屋根が滑ったと言ったら、それまでだかもしれないですけど、それやったら、中内田母さん、二番人気の、バイディット、ブラックか、こっちのほう二番人気は関係ないんですけどね。まあ、こっちの方が面白いかな。ブラック態度、えー G1? んって思うんですけどね、ブラックタイドえと思うんですけど、いやー、まあ、こっちにしときましょう。迷ったんですけど、ただ単に C だけじゃないぞと、頑張れ。中内田カードの方程式で、頑張って、頑張ってください。うん。4投目に来て、なんか、ちょっと変革行きました、ごめんなさい。今までずっとディープやディープや言ってたけど、ちょっとごめんなさい、ここは。中京2 0勝てば、中京2戦、新馬戦さえ勝てば、ダービーは見えてくると思うんで、頑張ってください。 はい。ということで、ジャングジの POG、第4段目は、えー、え終わっときましょうと思ったんですけど、やっぱり証拠、証拠っていうか、やっぱ残しときたいんで、証拠爪痕うん、えっ、ー、と、POG ですね。はい。ちゃんと指名しておきます。何て名前だっけ何て名前だったっけあれ何て名前だったっけ何て <laughs> 名前だったっけ <laughs> えっと、バリットバリットなんじゃないバリットバリットで出てくるバリットバリットブラックよねバリッ。あ、できた。はい。ということで、指名します。えー、256名しか指名してないんで、シェアポイント5つありますね。 はい、指名しまーす。はい、ありがとうございました。そして、えっとですね、えー、締めばですね、ここが、え今、ー、バリットブ,ルブラカダが行って、ブルーミングスカイと、ブルットガングが、まあ、えー、お亡くなりになりましたんで、あと、ラインベックか。まあ、このまま明日勝てば、ポイントを稼げるかなと思ってます。えー、ブルーミングスカイに限っては、 あれブルーミングスカイに限った前走3着でダメやったんですけどまあ、えー、トトラポイントはね、えー、180万かまあこれは社内として、まあ、指名数がやっぱブルートガングとかラインベック・ドーと比べて格段に少ないんでシェアポイントが900ポイントと、えー、結構入ってますうん、まあ、別に穴馬狙いたいことじゃないんですけどまあバリットブラックも全然指名場がおらんのでまあこれさええー、勝たなければ今年もね結局勝ったんがロジャー・バローズだったんでねダービーねロジャー・バローズに失礼やけどあれでも多かった方多分結構いらっしゃると思うんで シミエボンも多分少なかったと思うので。はい。ということで、以上で、まとめ方ぐちゃぐちゃですけど、終わらせてもらいましょう。以上で終わりましょう。ご清聴ありがとうございました。